はい、こんにちは。今回なんですけども、Google の Search Console というサイトに、皆さんのサイトを登録して、あとはサイトマップを送信というところまでをやっていきます。この Google Search Console っていうのは、もともと Google Webmaster Tool と呼ばれていたツールです。これが、最近名前を変えて一新して Search Console という名前に変わりました。で、この作業ですが、なぜ必要かというと、この Search Console というところに皆さんのサイトを、ブログを登録しておくことで、より、Google から、正確な情報を集めに来てもらえるようになります。 Google からその頻繁に、情報を、取りに来てもらえるということは、SEO、検索エンジン最適化という面においても非常に重要なことなので、これは必ずやっておいてください。では早速その方法をやっていきます。まずは Search Console と検索してください。 Search Console、そうすると一番上に Google Search Console と出てきます。ちなみに Webmaster Tool と検索してもらっても大丈夫です。じゃあこちらをクリックします。で、Google アカウントに入ってみてください。これで Google アカウントに、入ってください。そうすると、大概最近この Search Console トップページがエラーって出ますので、ホームページに戻るとやってください。はい、そうすると Search Console へようこそと出ますので、こちらですね。こちらのところに皆さんのブログの URL を入力してください。ブログの URL なので、よいしょ。ちょっと仮に今回はテスト用で撮ったのでこちらを利用します。ここに http:// なんとか .com とかそんな感じで入れてください。これでプロパティを追加とやってください。はい。で、ここでは、あらかじめそのブログの方に Google Analytics を設置していると、簡単に連携できる場合があります。ここにおすすめの方法で Google Analytics を使って連携というふうに出ていれば、そのまま、確認って押してみてください。で、一度、この HTML ファイルをアップロードって出たら、この別の方法っていうのをクリックして Google Analytics っていうふうにチェックして、これで確認をしてください。これは、さっきも言いましたけれども、Google Analytics がしっかりとサイトの方に設置されている、必要があります。はい。で、これで確認とやってください。はい。今回は、この確認できませんでしたって出ますね。はい。今回はその確認できませんでしたって出ますので、別の方法をやっていきたいと思います。今回は、この HTML タグ、これを使ってみます。これをコピーしてください。これをコピーしてブログに戻って、このオールインワン SEO っていうのを使っていきます。これはプラグインのオールインワン SEO パックっていうのを入れておいてください。これはまた別の動画で、解説をしています。これで、ジェネラルセッティングスとやって、下の方にGoogle セッティングスっていうのがあります。じゃあ、これですね。Webmaster Verification です。ここの Google Webmaster Tools というところに貼り付けてあげてください。ここです。Webmaster Verification の Google Webmaster Tools。ここに、これを貼り付けてあげてください。これで、こちらに設定を更新とします。
この状態でこの Search Console に戻って HTML タグがチェックついた状態で確認とやってください。はい、もしもこれでまだ確認ができないっていう場合なんですけども、この場合はこちらおすすめ方法があります。これはサーバーを使っていきます。サーバーを使う場合は今回は X サーバーを使っていきます。 X サーバーにログインしてもらってファイルマネージャーに行きます。で、対象のそのウェブサイトのドメインのところをクリックしてパブリック HTML というところをクリックします。それで、実際にまずはこれまたサーチコンソールに戻ってこの HTML 確認ファイルっていうのをクリックして、ファイルをダウンロードします。はい、ダウンロードできましたね。じゃあ今度は先ほどの X サーバーに戻ってここでファイルを選択で先ほど落としたファイルを選んで開くとやります。これでアップロードって言ってください。はい、ここで、アップロードができたらサーチコンソールに戻って一回この3番ブラウザで HTTP なんとかにアクセスしてアップロードが正しく行われたことを確認しますで、なりますのでこちらをクリックします。でこんなふうに出ていれば OK です。この状態で確認とやってください。はい、やっと所有権確認されましたね。大概ここまでやる前に、この所有権が確認されますので、ご安心してください。今回は、念のためといいますか、なかなかできないパターンが確認できたので、よかったです。まあ、いろんなパターンを試してみて、この所有権が確認、されるところまでは必ずやってみてください。で、次ですね。次、このまた Search Console というところをクリックしてください。はい。で、今度やっていただきたいのが、サイトマップ。サイトマップっていうのを送信します。ここなんですけどもまずこのサイトマップっていうのをクリックします。で、ですね、ここサイトマップの追加テストっていうところをクリックします。ここに、入れていくんですけどその前にオールインワン SEO 皆さんのブログに戻ってオールインワン SEO パックの左のメニューのフィーチャーマネージャーっていうところやってこの XML サイトマップスっていうのが、このしっかりと水色の状態になっているのを確認してください。これはもともとこのグレーの状態です。グレーの状態だったらポチッと押すと水色に変わります。この状態で OK です。この状態でサーチコンソールに戻って、ここですね、サイトマップの追加テストのここに、このサイトマップ .xml、sitemap.xml というふうに入力して、サイトマップを送信とやります。はい、サイトマップを送信しました。ページを更新するって言ってください。はい。そうするとこのように、サイトマップっていうのが送信できました。はい。じゃあ次ですね。次やっていただきたいのが、ここまでやるとさらにいいんですけども、メッセージっていきます。で、メッセージってやってこの検索パフォーマンスを改善できますっていうメッセージがあるのでこちらをクリックします。はい、ここで2番優先するバージョンを選択するっていうところでこちら優先するバージョンを設定をクリックします。ここでは使用するドメインを、今は www つけていませんので URL をこの www ついてない方を選んで保存とやります。はい。で、こんな風に出た場合なんですけども、今度は、この URL を
www、 こちらを追加してあげないといけないので、もう一度メッセージに戻ります。はい、メッセージに戻って検索パフォーマンスを改善できますとクリックします。でサイトを追加とやります。でプロパティを追加とやります。で今度はですね、ちょっとめんどくさいんですけども、もう一回ブログの URL を入れて、このhttp:// の後に www.www.to を入れます。でこれを続行とします。でもう一回さっきの作業ですね、これをやります。じゃあ今度はもうこの html 確認ファイルっていうのをやりますね。またダウンロードして x サーバーにアップロードします。 x サーバーのそのファイルの場所なんですけど、皆さんのブログのこちらのドメインのところを選んで、パブリック HTML 選んで、ここでファイルを選択。で、ダウンロードしたファイルを選んで、開く。で、アップロード。で、やってください。はい、でこの状態で、またこちらアクセスして、ちゃんと出てるなーって確認して、これで確認をします。はい、これで所有権が確認されましたと出ます。これでじゃあ続行とやってみてください。はい、ここでメッセージに戻って、よいしょ。あ、よいしょ、メッセージ戻って、メッセージじゃなくて、こちらじゃなくて、さっきの方ですね。この、周り、皆さんがその www つけてない方ですね。つけてない方を選んで、メッセージってやって、検索パフォーマンスを改善できますをクリックします。これで、2番優先するバージョンを設定でやります。ここで、使用するドメインをこの、www がついてない方を選んで保存とやります。で変更が保存されましたと出ます。クロール速度はこちらで OK です。はい、次メッセージまた戻って検索パフォーマンスを改善できますとやります。今度は3番、ターゲットとする国を選択する、これを国を選択するをクリックします。はい、ここで、国を選びます。国を選んでターゲットユーザーの地域をチェックを入れてもらって、アメリカから日本下の方にありますを選んで保存とやります。はい、ここまでで OK です。ここまでできたら、今回の Search Console への登録作業は終わりです。はい、以上で、今回の作業は終わります。